ではバンラーレ八戸新加入選手特集第7弾はこちらの方です。では背番号とお名前自己紹介お願いします。背番号25番の宮崎大輔です。よろしくお願いします。はい、今日は4月4日木曜日の、練習後にお話を伺いたいと思います。今日も練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は天然芝大地さんの方での練習だったんですね。そうですね、はい、いかがでしたか練習今日は。まあ、風もなく風もなく、はい、天気もいいのですごく良かったと思います。昨日の練習が雪だったので室内での練習に、はいね、ちょっと今年は雪に悩まされますね。まあ、初めてなんで分かんないですけど、はい、まあ、みんなそういうふうに言ってますね。まだまだ寒さ続いてますが体調大丈夫ですか。そうですね、大丈夫って言ったらまあ大丈夫ではないのかなと思うんですけどちょっとね寒暖差が激しくて。そうですよね、はい、結構朝方はまだ氷点下になったりとかもしますからさ、そうですね、運転も気をつけてくださいね。はい、分かりました。はい、まだ多分あと 2,3 週ぐらいはタイヤ交換はしない方が良さそうなの で、ね、はい、はい。さて、チームは、まあ、その24日ここで大スタであったホーム開幕戦は残念ながら敗れてしまったんですが、はい、先週の群馬戦は1対0での勝利で、また今週ホーム戦を迎えるわけです。今週のチームの雰囲気だったり様子などって宮崎選手から見ていかがですか。まあ、やっぱり前回からホームでやった時に、まあ、チームとしては不甲斐ない結果っていうか、サポーターの皆さんに申し訳ない姿を見せてしまったっていうのはやっぱ正直みんな思ってて、うん、なので、まあ、今回のホーム戦にかけるやっぱ思いっていうのもみんなやっぱ人一倍強いですし、うんうん、っていうのはやっぱまとまり感はあると思いますね。うん、はい、3対4なかなかバンラーレではない試合結果にはなってしまったんですけど、はい、敗戦があって、まあ、そこまではこう2勝1分けできてたわけですけれども、はい、敗戦があってこうちょっとこうチームなんかいい方に変わったとか、負けがあってこう少し変わったところっていうのってあるんですか。まあチーム全体でもう一回なんか締められたっていうか、っていう感じはありましたね。やっぱりその勝ち引き分けで今いい状態で来ててから の敗戦だったので、うん、まあ、もう一回自分たちを見直せようじゃないですけど、まあ、そういう、うん、簡単な舞台じゃないんだよっていうのをやっぱ思い知らされたゲームだったんじゃないかなっていうのは、うん、個人的には思いますね。連敗せずにすぐ取り返せたというのは大きいですね。そうですね、やっぱり昇格するチームだったり上にいるチームっていうのは、行くチームっていうのはやっぱり連敗とかはほぼしないような傾向があるので、うん、今までの J3 から J2 に行くチームっていうのはやっぱその連敗しないっていう部分でやっぱすごく良かったんじゃないかなっていうのは思います。宮崎選手は今年八戸にやってきてくれて、ここまで2試合の出場ですけれども、まずそのバンラーレ八戸でこうプレーしようと思った決断、どんな思いがのか教えていただけますか。いや、もうシンプルにオファーがあったので、うん、はい、まあ、できる環境があるっていうのを、まあ、提供してもらったっていうだけなので、本当にそれ の思いに応えたいなと思って、うん、まあ、来ましたね。バンラル八戸って最初聞いてどんな印象でしたか。まあ、正直、まあ、正直な気持ちを言うと、はい、まあ、青森かとは正直思いました。いや、いいですよ、やっぱり、はい、でもカテゴリーも J3 ですし、本当に勢いのあるチームだと思ってたので、まあ、一緒に、まあ、自分のビビたる力ですけど、うん、自分の力が本当そういうチームの力になるのであればと思って、まあ、来させてもらった感じですね。大石監督やチームメイト、またはこのクラブの雰囲気、印象っていかがですか。まあ、みんな真面目だなっていうのは、皆さん言いますね、思いますね。なんかやっぱり根はしっかりしてるっていうか、うん、っていうのは感じますね、ものすごく真面目。明るさとか暗さとかってどう見えます。まあ
めちゃくちゃ明るいわけでもないし、はい、うん、暗いなって思うわけでもないし、うん、標準っていう感じ、うん、僕はそう思います。まあ練習もしてみんなで一緒にお昼ご飯、はい、ここのスタジアムで食べられるっていうのをコミュニケーションを取る面ではどうですか？そうですね、やっぱり、まあ、そういった部分では助かってるっていうか、うん、やっぱりそのお昼もしっかり提供してもらえてるし、みんなで食べれる環境も作ってもらえてるっていうところでは、うん、まあ、選手としてはすごい助かっていますし、コミュニケーションもやっぱりご飯食べながら、うん、みんなで話してっていうのはやっぱり自然と出てきますね、そういうのは、うん。ご自身のプレーは2試合とも途中出場でしたけれども、はい、はい、いかがですか？まだシーズン序盤ではありますが、うん、まあ、楽しめてはいると思います。お、はい、まあ、気負うこともなく、うん、まあ、自分のできるプレー、あのチームの力になれるようなプレーっていうのは、まあ、できてるんじゃないかなっていうのは思います、自分の中では。あのプレーでご自身の持ち味だったりとか、こういう面でチームに貢献したい、あるいは大石監督からこういうプレー頼むぞとかこう言われてることってどんなことがありますか？まあ、特にそんな要求されてることはなくて、まあ、本当にチームのチャンスメイク、チームの手につながるプレーはやっぱり心がけてるっていうのはありますね、うん。長野戦では三田選手のヘディングシュート、見事なアシストでしたね。はい、ありがとうございます。いかがでしたか、あの場面は？いや、もう、まあ、想像できてたっていうか、まあ、いうふうな自分の思い描いてた理想通りの、うん、あの得点シーンだったのかなっていうのは思います、自分で。分かりました、はい。八戸暮らし、まあ、大変な雪、はい、寒さに、あと風で苦しめられてるかと思いますが、はい、いかがですか、八戸の印象は？まあ、寒いかなっていうのは思いますね、うん。まあ、僕は宇都宮の方から来たんですけど、はい、宇都宮もやっぱり寒いなと思う時は、うん、ありましたけど、内陸でもありますしね。そうですね、まあ、ちょっとなんか質が違う寒さの質っていうか、うん、冷たさがちょっと違うなっていうのは思いましたね。意外と八戸来て花粉症と出会っちゃった人多いみたいですけど、宮崎選手は。僕もずっと花粉症だったんですけど、はい、まあ、あのその花粉症の辛さは分かっているので、うん、いろいろしっかり対策をして、あ、そうですね、僕は全然大丈夫です。本当ですか、はい。選手の皆さんは、まあ、あの午前練習して、まあ、午後からお仕事する選手もいますけれども、はい、あのそうではない選手も、あのこの間も月曜日にあのショッピングセンターに3つの班に分かれて告知活動も行いました、はい。宮崎選手も参加しましたね。あ、いました、はい。ですか、こう告知活動、栃木 SC の時にもそういうのってありました？まあ、あの、あったはありましたけど、うん、やっぱりこんだけ選手たちが精力的に、うん、あの自主的に動いて、あのやるっていうのはなかなかないようなことなのかなって思いましたし、うん、うん、はい、そうですね。どうですか、活動してみて感じることとか？まあ、やっぱりその宣伝っていうか、うん、告知するみんなに知ってもらうっていうその大変さっていうか、うん、やっぱり配りに行ってもやっぱ知らない人は知らないですし、知ってる人はやっぱり向こうから来てもらったり、うん、逆に来て応援してますっていうのを言ってもらいますけど、やっぱり知らない人の方がやっぱ多いなっていうのを感じましたし、うん、やっぱそういう告知活動っていうのは選手がやっぱ出ることによって覚えて顔を覚えてもらったり、うん、ちょっとコミュニケーションを取って、こういう明るい選手がいる、こんな話をする選手がいるっていうのも、まあ、向こうにとっては一つのバンラリーを知ってもらう要素にはなってくると思うので、まあ、大切なのかなっていうのは思いましたね。チームもそうですが、ご自身のことももっともっと知ってもらわないと。ああ、まあそうですねまあおいおいバンバンアピールしてください。はい、宮崎選手は今はじゃ単身赴任、はい、そうです。ご家族今どちらお住まいなんですか？宇都宮に、あ、はい、住んでますね。この間なんか一緒に発色、あ、行きました、行きました、みたいですね。はい、寂しいでしょう、離れ離れは。そうですね、やっぱりなんか今すごい時間の流れる速さが、時間が遅くて、あ、そうですか、一日一日が長い、うん、やっぱり
暇な時間があるっていうか、サッカー終わって午後は、まあ、一応フリーな時間だったりするので、はい、自分でやること見つけたりしますけど、まあ、別に限界があったりしてでもこれまで家族がやっぱ遊びに来て、うん、1週間もいなかったかな、5日間ぐらいいたんですけど、その5日間が逆にものすごく早く感じた、ねうん、やっぱ家に帰って家族がいて、うん、息子娘と遊んで嫁と話してってなると、やっぱりちょっと今寂しいですよね。はい、その青森県のチームに移籍で、しかも単身でっていうのは、やっぱご家族の理解もあってそうですね。まあやっぱ正直、まあここにオファーをもらった時は、まあさっきも言いましたけど、ちょっと迷った部分もありましたし、まあそこで最終的なまあ決断っていうか判断を下したのも、やっぱ自分の妻からの一言だったり、もう私たちのことは気にしなくていいから、うん、サッカーをやってる姿が見たいっていうふうなことを言われて、もう決断したっていうのも一つはありますね。まだバンラーレに移籍してからの試合、まあ見に来てくれたことってあります？あ、ホーム戦の時。あ、24。はい。あ、本当ですか？行きました。家族も八戸のあの寒さにはびっくりなさったでしょうね。そうですね。妻は帰って風邪ひいてました、ね。よりによって。はい。じゃあまた遊びに来てくれたら、八戸やあちこち連れてって。そうですね。あげたいですね。そうですね。一緒に、まあ、回れる行けるところは、うん、行ければなっていうのは思ってますね。うん、はい。はい。ちょっとね、お子さんも育ち盛りでしょうから、一緒にいられないのは寂しいでしょうけれども、ね、はい、じゃあ頑張ってる姿も、ね、はい、見せていただきたいなと思います。はい、一個個人的に気になる質問だったんですけど、はい、バンラレーって書くのはどうしてですか？あー多分ね、みんなそれ気になってると思うんですよね、はい、また多分大半の人は、あ、こいつ名前間違えてんなとか、まあ思うと思うんですけど、なんか僕インスタもやってるんですけど、はい、そこであの自分の嫁のことを嫁って言ったり、うん、嫁伸ばし息子って言ったり娘って言ったり、はい、で、まあ、自分の仲間のことを仲間って言ったりするんですよ、はい、それの名残で、はい、まあ、書いたつもりだったんですけど、はい、やっぱり初めてのブログだったりしたので、うん、まあ、やっぱり伝わらないかったりまあそれはまあそうだろうなと思いながら、はい、まあ、そういう流れがあってバンラレーって書いてある、ね、あ、そうか、はい、相手なわけなんですね、はい、そして間違ってるわけではない、間違ってるわけじゃなかったですねまあチームメーターはみんな分かってはいたんですけど、あ、まあ、やっぱり見てる人は、はい、え、名前間違えていいんだみたいなまああんまりあれですよね、いいとは思わないですよね、いやいやいや、応援してるチームなんで、それはまあ重々承知です誤解が解けました、はい、安心しました、はい、はい、さて、バンラーレ八戸は今週はガイナーレ鳥取を迎えてのホーム戦です。なんとかお天気も、まあ、風はどうかは分かりませんけれども、お天気が良い中で行われるそうです。はい、4月7日日曜日の午後1時キックオフとなっております。連敗をせず勝ってまたホームで迎えるゲームなわけで、ここもまた、まあ、全部重要なゲームですけど、はい、ホーム初勝利で重要なゲームかと思いますので、ぜひ意気込みをお願いできますか？まあ、前回ホーム戦で不甲斐ない試合をちょっと見せてしまったので、あの今回の試合は皆さんと本当勝利を分かち合って、ファンサポーターの皆様にとゴールという形、勝利という形で本当に自分たちの戦っている姿を精一杯見せれたらなと思ってます。応援よろしくお願いします。はい、じゃあ体調には気をつけていただき、はい、はい、ベストなコンディションで迎えていただきたいと思います。はい今週は背番号25宮崎大輔選手に伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。